皆さんこんにちは、ゆっきーです。今日の博レポは、大型プロジェクターのある広々ホテルと題しまして、EJ アニメホテルをレポートさせていただきたいと思います。今回のですね、EJ アニメホテルなんですけれども、まあ日本の大手メディアコンテンツ企業の角川がですね、運営をするホテルになります。角川はですね、今は総合エンターテインメント企業みたいになってるんで、あれなんですけど、昔はね、角川書店っていう名前の会社で、60年以上のこう歴史ある、企業でありながら、実際にはですね、サブカルチャーのコアなユーザーに支えられている会社でもございます。角川ライトノベルズとかですね。まあ、あと映画もね、結構割と、なんていうかな、ちょっと、コアなユーザー向けの映画なんかが多いっていうイメージですよね。で、この会社ですね、新しいことへのチャレンジっていうのも積極的にやっていまして、まあ、例えば出版業界ではいち早くデジタル化っていうのにも取り組んでましたし、あと2014年にはですね、インターネットのコンテンツ企業だった、ドワンゴっていうところとですね、系統合したりということで、結構ね、メディアを騒がした時期もございました。で、本社を所沢に移転するっていう風にですね発表して、なんかね社員なんかは知り合いの社員なんかはすごくびっくりしましたけど、所沢桜タウンっていうですね日本最大級のポップカルチャーの発信拠点にするんだということでですね本社のオフィスだけじゃなくて、いろんな劇場とかそういったイベントスペースだったりとかあとレストランとかあとミュージアムとかですね、まあ、こういったものの複合施設っていうのをこう作り上げた感じですね。で、この所沢桜タウンの中にあるのが EJ アニメホテルになってます。なんで多分最初からこうホテルを経営したかったわけではなくて、この桜タウンの中の一つのやっぱりこう目玉というかな、あれとしてホテルっていうのを考えたんだと思うんですけれども、なんでね、角川なのになんか EJ って何なのかなと思ったんですけども、この EJ はですね、エンターテインメントジャパン、の略だそうです。なので、まあ、インターテインメントジャパンアニメホテルっていう感じですよね。で、こちらのホテルのコンセプトはですね、まあ、好きな物語に泊まるっていう、こう、大胆な、ものになっていまして、まあ、アニメだったりとか、あとゲームとか映画とか、アイドルとか、まあ、こういったね、日本がこう、世界に誇れる、いろんなこう、コンテンツの、こう、世界観を体験すると。いうふうな画期的な試みで建てられたものになっています。まあ、2020年の10月にですね、こちら、オープンしたんですけども、まあ、その時から当然僕は知っていたんですが、やっぱりね、ユッキー実はアニメあんまり興味なくて、予約するの躊躇してたんですけども、アニメコラボルームじゃない普通の部屋もあるっていうことが、わかりまして、今回宿泊をさせていただきました。こちらですね、EJ アニメホテルなんですけれども、JR の武蔵野線の東所沢駅というところから、徒歩で、10分ぐらいですかね。ただまあ今回、ユッキーは車で行かせていただいたので、まあこちらに、駐車場に停めさせていただいたんですけども、駐車場もですね、ナンバープレートでデジタル管理しているもので、駐車券とか全く必要ないんですけれども、まあ、今回宿泊者だったからですかね、無料で、停めることができました。まあ、ホテルの方がですね、16時のチェックインっていうことになっていて、ちょっと遅めだったんでですね、まあ、昼間はですね、桜タウン内の散策をさせていただきました。まあ、ね、メインコンテンツでもある、その武蔵野ミュージアムってのこうあるんですけどもね、なんかすごいこういったね、なんか特別な外観してるんですけども、これは日本の有名な建築家の、隈研吾さんという人がですね、設計した建物になっていまして、5階建てのですね、4階と5階が一般の展示になっていまして、まあ、今回僕そちら見させていただいたんですけども、で、3階がですね、なんか特別展示というかアニメミュージアムというふうになっていて、本当にアニメ好きな人が、入るような感じで入場券っていうのはそれぞれ分かれてる感じでしたね。一般展示の方なんですけども、まあ、こんな感じでですね、なんか本当にこう、書籍が並んでたりとか、あと、なんだ、標本があったりとか、まあそういった感じのところで、こう、ハリーポッターのような世界でしたね。はい。まあ、他にもですね、モダンなこう神社とか敷地の中にはですね、あと劇場とか、
あとね、レストランとか本屋とかカラオケボックスとかいろいろあったんですけども、まあちょっと時間あったんで、あの30分だけカラオケボックスにも入ってみたんですけども、まあこんな感じでですね、なんかプロジェクターで映像を放映する感じになっていて、あのすごくねこれ斬新でしたね。なんでこう本人映像のものをですね、できるだけ選んでかけてましたですあとはそれに隣接した東所沢公園っていうのがあるんですけども、ここでですね、あの現在夕方から夜にかけて、あのいわゆる映像で有名なあのチームラボのですね、ちょっと難しいんですけども、どんぐりの森の呼応する生命というタイトルのあのイベントというかやっててですね、まあ、これもあの事前にチケット買ってたんで、あの見てみたんですけども、まあ僕結構チームラボよく見てるので、そういうユッキーにとってはですね、特に何の目新しいものはないというか、むしろなんかちょっとね、あの他のものよりなんか残念な感じではありましたかね。あとまあこの会場ですね、壁がないんで、外なんで外からも見えちゃうんですよ。なんでわざわざねチケットまあ1200円だったかなを買ってまで見るものでもないかなと正直思いました。イージーアニメホテルはですね、あのこの中のそのオフィスとかがある建物の6階になっていまして、入り口がですね本当分かりにくいところにあるんですよ通り過ぎちゃう感じでしたね。まあ、ちなみにあのエレベーターに乗るとですね、なんかこういきなり声優さんがこう声をかけてくれるというか、あの生でじゃないですけど、ね、録音でこうランダムでかけてんだと思うんですけども、なんかアトラクションっぽい感じになってましたね。9階のですねエレベーターホールを降りると、なんかこんな感じですごいこう広いホールになってましてですね、その横になんかちょこんという形でこうフロントがあって、ここフロントみたいな感じでございました。はい、それではですねお部屋の紹介ムービーご覧ください。はい、ということでここから入るとですね、いきなり廊下がちゃんとつながっておりますが、今回泊まらせていただくお部屋はこの18号室になってます。こういった感じでアルコーブみたいにですね、廊下から一歩こう入った感じの、エントランスになっているので、なんかちょっと家みたいでいいですよね。この照明も可愛らしくていいと思います。扉はなんとシルバー色、そして鍵もこんな感じの重厚な鍵でございます。おお、なんかすごいねこれおすごーい入って左側に、これ多分水回りだと思うので後ほど見てみたいと思いますが、このね、あのなんでドアの色、これいいですよね。ちょっとあのグレー系が入った木目のやつなんですよね。最近こういう風なおしゃれでありますね。で床がめちゃ綺麗なグレーのカーペットで、で右側にこれめちゃ分かります、廊下めっちゃ広いですよ、幅あって、ここにですねこういった形でハンガー、木製ハンガーと、こういった形の姿見があります。そして、部屋のスリッパがあるという感じで、お部屋こんな感じです。じゃーん、はい、ということでアニメホテルのアニメコラボルームではないんですけども普通のノーマルタイプのお部屋ではありますが、かなり広いです。しかも見てください、プロジェクターで映写してます。ここでねきっといろんなアニメとかも見れるんでしょうね、テレビも見れるんでしょうね。すごいですよこのスピーカーシステム、すごいなぁ。あとねここね、さっきチェックインの時にしたんですけど、なんか全部スマートリモコンでいろんなコンテンツもあったりとか、操作もこれでやってくださいって言われました。スペシャルコンテンツっていうのがあるみたいですよ。ほらここにね、スペシャルコンテンツ、5体中にしか体験できないアニメのスペシャルコンテンツって書いてます。ちょっと見ていきますと、いきなりなんかこのリビングボードみたいなのがあるんですけど、ここねなんかガラスになってて鍵閉まってるから中入れないと思うんだけど、多分ここにアニメルームの場合はなんかアニメのフィギュアとか入ってるかもしれないですよね。ここに荷物置きのやつがあって、でここにスピーカーという感じになっています。で、この奥のところにですね空気清浄機、はい、パナソニックのナノイーがあります。で面白いのが見てください、なんと透明な、まあ、プラスチックではあるんですけどガラスじゃないけど、椅子と、まあ、ちっちゃい椅子があるという感じですね。でその中に丸テーブルがあります。そしてこのベッドの家具というか、このねところも結構明るい感じのウッディでおしゃれですね。
はい。で、こっちからこうエントランスの方を見るとこんな感じで、なんていうかな、一言で言うとなんかすごい素敵なお部屋です。なんか、うん、いいと思います。なんか全然アニメの、色はないですけど、僕は逆にその方がいいので。で、ベッドもですね、こういった形のハリウッドツインっていう風になっているので、シングルのサイズ、幅のサイズのが2つ繋がってる感じですね。でも結構高さがありますね。で、ここに部屋着があるという感じで、で、ここのところにですね、こういった感じのテーブルがあるんですけども、ここにですね、電子ケトルとしてタイガーさんの、あ、ごめんなさい、失礼しました。ゾウジェフさんの電子ケトルがあったりとか、あとここに、天然水とコップがあるという感じですね。で、これアニメホテル の、 これあのチェックインの時にいただいたやつなんですけども、概要がこんなちゃんとしたまともなやつで、作っているという感じですね。で、ここヘアドライヤーがあります。ここも棚あるんですけど、特に今は何も入ってないですかね。で、ここも、特にないんですね。で、ここにツインバードさんの、これだけなんか茶系ですけどね。はい。ミニタイプの冷蔵庫があるという感じでございます。はい。そして、ずっと気になってました。この片面の窓が全部、あれになってますね。ブルー系の、なんだっけ、カーテンになってるんですけど、濃い。これ、一面になるのが気になるね。それだけ窓あるんですかね。どっちから開けるのかな、これ。あれ、どっちから行くか分かんないけど、せーの、4。おー、なるほど。すごいな、これ。お、なるほどですね。こんな感じになってるんですね、ちょっと。すごい。ちょっと出てみたいと思います。あれ、開かない?開かないとかいう、そういう裏技あるんですかね。あれ、あ、こっちも開けなきゃいけないのかな?あれこれは早く書けないかな、どういうことって感じですよね。まあいいや、ちょっとこっちから始めます。はい、ということで、おー、なるほど、一応テラスになってますよ。まあもちろんね、決して、所沢市なので、そんなに綺麗ではないけども、人工のお庭ではありますが、こんな感じで見れるようになってます。え、これはこれで悪くないよね。すごい。はい、なんかびっくりです。ちゃんと屋根がついてます。はい、という風な感じの予定になっています。はい、以上です。それでは水回り見てみたいと思いますと、おお、危ない、真正面にいきなり鏡がありましたです。え、面白い。左側にですね、こういった形で、トイレがあって、右側がバスタブでございます。そして真ん中が丸いですね、鏡がある感じで洗面台があると。すごいね、これホームハンドソープ、ハンドジェルっていう感じで、ね、ちょっとね、コロナ対応であれしてるのかもしれないですね。で、ここになんかこういうアメニティがあったり、バスの、タオル、バスタオルじゃない、ボディタオル、それからヒゲ剃り、歯ブラシ、ヘアブラシなんかがありますね。シャワーキャップ、コットンセットも全部揃ってます。トイレはトート社製のウォシュレットですね。そしてここになんかタオル掛けがあるのが便利だね。で、洗面台結構大きいなと思ったら、でもシンク自体はちっちゃいね。はい。で、バスが結構やっぱ横幅広めで綺麗、ピカピカ光ってますね。で、こういう風になってる、もう最新型ですね。で、シャワーもちゃんとついてるという感じでございまして、トート社製です。このね、壁のこのパネルがのデザインが個人的にはいいですね。好きです。はい、以上です。はい、それではですね、EJ アニメホテルのベッドチェックです。こちらのベッドはですね、一つのベッドが幅が 95cm、長さが 2m、そして高さが結構高くて 60cm ぐらいあります。なんかね、あの幅は狭いんですけど、ちゃんとしっかりとしたあのデュペスタイルのベッドメイキングがされてます。そして部屋着、こちらの方もですね、白の一枚物で、こういった感じの部屋着になってます。はい、じゃあ飛び込んでみたいと思います。せーの、おー、いいいいいいふわふわですよ、ふわふわ。はい、もう一回いきます。せーの、おー、これは寝心地良さそうでございます。はい、ということでですね、ホテルのお部屋は、まあ、通常なんかね、あの
ホームページの写真よりもこう実際狭いっていうホテルがほとんどなんですけども、こちらはですねなんと写真より広く感じましたはい、ね、明るい色の壁にこう透明なテーブルと椅子とかがあったりする感じで、ちょっとねモダンな感じに仕上がっていて、天井にはまあ大きなプロジェクターがついていて、その壁、真っ白の壁にですね150インチの、巨大スクリーンになっていて、そこでこういろんなコンテンツが見れるということで、とても迫力がありましたね。ちなみにこのこうプロジェクターのエプソンのやつと、あとその下にあるねヤマハのこう高音質スピーカーっていうのがあるんですけども、これちょっとねネットで調べてみたら、ちょっとね最新型のものではないんですけれども、両方ともそれぞれ100万円ぐらい近くするこう代物だったんで、なかなかねこういった高性能な、機器は個人の部屋では実現できないと思うんで、良い体験ができたかなって思いましたね。まあ、あとね水回りも広めで快適ではございました。でテラスもついているのですけどもね、テラスからその先のこう屋上庭園出れないのと、あと景観がねそんないいわけではなかったですね。まあ、ちなみになんですけども、今回宿泊したのは、いわゆるノーマルな部屋なんですけども、このアニメホテルの売りは、今日アニメコラボルームなんで、アニメコラボルームってどんな感じっていうところで、こう、皆さんイメージつきにくいと思うので、ちょっとここでですね、いくつか画像を紹介させていただくんですけども、これオフィシャルのものですけども、まあ、コラボするアニメっていうのが、こう、時期によってこう変わるんですけども、大体ね、4つぐらいかな、のアニメの世界観をこう出したようなお部屋とか、その、専用のディナーメニューっていうのがあるんですよね。あとはこうお土産に持って帰れるようなオリジナルグッズなんかも配ってるみたいでございます。まあただね、なんていうかなこの写真とか見ていただいてもわかると思うんですけど、ちょっと壁にちょっと貼ったりとかポスターをでね、なんかなんていうの、こういうパネルみたいな立てたりみたいな感じで、ちょっとねなんかねハリボテ感かなあるかなっていう感じなんでまあここね、アニメコラボルームになると一気に値段上がって1人3万円ぐらいなんですよ、一泊なんで、アニメファンはまあ価値がわかるかもしれないですけどね、ちょっと僕はちょっとどうかなっていう感じではございましたね。まあこのアニメもね、いわゆるこうそんなメジャーなアニメっていう、失礼ですかもしれないですけど、メジャーなアニメっていうわけでもないと思うので、この日もね実際週末だったんですけど、僕ら以外実際こう会った人って一人しか会わせなかったんで、ほとんど泊まってる人まだいないような気がしますね。こちらのホテルはですね、まあ、6階のワンフロアで全て完結してるんですよ。フロント、客室、レストラン。で、あと、その5階の屋上部分がですね、その屋上庭園みたいになってるんですけども、で、ここはフロントから鍵借りると宿泊者はですね、屋上庭園出れるんですけども、なんかこんな感じでですね、行ってみたんですが、単にだだっ広いだけで特に何もないので、なんかもったいないなというふうに思いましたね。で、食事はですね、まあそのアニメコラボの場合は、まあディナーとかあるんだけど、まあそうじゃない場合は、ホテルのレストラン以外だとですね、桜タウン内のレストランで食べるか、まあ外食するかっていうことになるんですけども、まあ今回はね、ちょっと郊外に行くことってあんまりないので、車で行ったんでですね、せっかくなんでこう、まあ、ランチはガッテン寿司っていうですね、なんていうの、回転寿司で、なんと人気ナンバーワン、ユーザーの満足度かなナンバーワンだったんで、一回行ってみたいと思っていたら、ちょうど通りがかりで見つけたんで入ってみたんですけど、決してね、やっぱ安くはないんですよね。一腹100円とかじゃなくて、例えばこの真ん中の、なんだっけ、アワビとかは500円ぐらいしてたと思うし、ウニもそんぐらいしてたかな。まあ、安くはないんだけど、まあ、それなりにやっぱ味は美味しかったですね。あとは、ステーキの丼。もうですね、初めて行ってみまして、まあ、ステーキいただいたりとか、あと、コメダの、かき氷。初めてっていうか今年初めて食べに行きました。なんかね、SNS とかでかなり大きいって聞いてたんですけど、噂通り4人前でかなり巨大でございました。はい。あとはですね、翌日、朝にですね、スパジアムジャポンという、まあ略称スパジャポって言われてるんですけども、東久留米にできたですね、超、大型の日帰り温泉がありまして、ユッキーの妹が行ってですね、すごい、テンション上げ上げだったんで、絶対行ってみたいと思ってたんですけど、すごい混んでて、あとね、コロナとかもあったり、最近ね、リニューアルもしてたりして、なかなか行けなかったんですけど、まあ、今回ホテルからね、車で15分ぐらいだったんで行ってきました。非常にね、いろんなお風呂もあったし、休憩中とかも結構綺麗で、レストランとかもあってですね。まあ、特にちょっと僕は行かないんだけど、岩盤浴が充実してるみたいですね。それがすごい評価高いみたいで。
で、まあ、あと漫画が大量にあったりとか、まあ、いろんな感じみたいですね。でも、あんま露天風呂もですね、結構、いろんなお風呂があって気持ちよかったですね。はい。料金もですね、そう、結構安いんですよ。こんな感じのちゃんとした設備があるのにも関わらず、入場がですね、750円。まあ、ただね、岩盤浴は別途750円必要なんですけども、ということで、結構良心的だな、というふうに思いました。はい、すいません、長くなりました。今回泊まらせていただいたお部屋なんですけれども、お部屋のタイプがですね、スーペリアというお部屋でございました。ベッドタイプはですね、シングルが2つという形になっていて、食事なし泊まりの広さがですね、30平方メートル。料金の方がですね、税込みで1万4000円ということでございました。選んだポイントはですね、EJ アニメホテルだったということと、新規オープンだということでございます。あ、すいません。ベッドの、はフランスベッド社製ですね。で、予約サイトはですね、今回直接予約をさせていただきました。はい。ホテルの平面図、今回の泊まった部屋の平面図、こんな感じでございます。ということで、テラスがついててですね、結構広々な感じでございますが、天井高も3メートルありました。はい。ということでございます。そして、新しいコンテンツ。はい。数字で見るお部屋データ。時価はやっぱり安いんですね。すいません。場所がしょうがないですよね。まあ、面積あったら宿泊単価はその代わりちょっと高めですね。やっぱり付加価値があるからかな。まあ、天井高は高いということなんですけども、水回りスペースはちょっと広めですね。で、バスタブも広めでございました。あとね、すごい良かったのがね、Wi-Fi スピードめっちゃ速いんですよ。こんな 320MB とかね、300MB 前後でございまして、コンセントも非常に多かったですね。はい。今回の雪材です。まあね、こちらのホテルはアニメ尽くしの宿泊体験ということが付加価値になってるんで、そういった意味ではね、すごく斬新だし、こういうのってなかったと思うんですよ。期間限定でアニメとコラボとかっていうのはね、他のホテルもあったと思うんだけど。まあ、ただ、なんとなくね、さっきもちょっと触れたんですけども、ちょっと装飾がハリボテ感がなく、なんかもう感情移入ちょっとしきれないんじゃないかなっていうふうな気がしたので、もっとここは徹底した方が良かったんじゃないかななんていうふうにはすいません、思いちゃいました。はい、ユッキーのレビューです。こんな感じでですね、お部屋設備、この辺の評価高い感じですね。はい。で、まあ、テラスとかもあったんで、まあ、環境もですね、まあ、隣に公園があったりとかということでございました。まあ、スタッフもですね、皆さん親切ではございました。まあ、良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいてます。で、まあ、ちょっと、残念だった点としてはですね、なんか、まあ、入り口やフロント分かりにくいというのはね、さっき言ったと思うんですけど、水回りがせっかく広めなのにコンセントがなかったりとか、電子ケトルはあるんだけど、お湯沸かしたところでカップとかですね、なかったり、お茶とかコーヒーがないとか。なんかね、せっかくここまでね、お金かけてんだったら、それぐらいしたらいいのになって思っちゃいましたね。あとね、屋上庭園有効されてないというところとかございました。はい。ということで、ユッキーの総合満足度。まあ、とはいえ、今回 A とさせていただきました。まあね、アニメ好きの人はどう評価するかわかんないんですけども、まあ、一般の人が通常として、ホテルとして宿泊するとした場合は、すごくね、広々だし、大型プロジェクターもあって、非日常感があるんじゃないかなというふうに思いましたね。まあね、ちょっと場所柄なのか、ちょっと稼働率少ないんでね、これ、ホテルいつまで、いつまでって失礼だな。営業しないで続いてほしいなと願うばかりでございます。はい、お得度ですが、まあ、今回、まあ、妥当とさせていただきました。まあ、2名で食事なしで1万4000円という形ではあるんですけども、まあ、30平方メートルでね、こういったバルコニー付きで、大型スクリーンとか、高音質スピーカーなど設備もあるし、ということですかね。まあ、アニメのコラボルームはちょっと何とも言えないので、ここではコメント控えたいと思います。はい。それではまた。